ジョン・レイ・フィールド、ジョン・レイ・フィールド、ジョン・チャールズ・レイ・フィールド、1966年11月29日帯は、アメリカ合衆国の元プロレスラー、証券アナリスト、投資家、WWE 所属。アメリカ合衆国テキサス州、スイートウォーター出身だが、現在は、ギミック上ニューヨーク在住を強調している。ブラッド・ショーもしくはジョン・ブラッド・ショー・レイ・フィールドの、 リングネームで知られ、番組などでは頭文字を取って JBL と略されることが多い。なおこの JBL という愛称は、元アメリカ合衆国大統領リンドン・ベインズ女産の通称である LBJ にかけられている。リング外では、証券取引をギミックではなく、実際の副業としており、証券アナリストとして多数のラジオ番組やテレビ番組に出演し、 著書も出版している。夫人も証券アナリストであり、テレビの経済番組に定期的に出演している。WWE のドイツ遠征の際、ナチス式敬礼のパフォーマンスを行ったために、CNBC の番組を降板したこともあった。大学時代はアメリカンフットボールの選手として活躍。ダラスでブラックバートの指導を受け、1992年に、 カウボーイギミックのジョン・ホークの名でデビュー。テキサス州ダラスの GWF にて、ボビー・ダンカン・ジュニアとの大型カウボーイコンビ、ザ・テキサス・ムスタングスで活動し、日本へは1993年に、ナウに初来日。ウォーにも、ジ・アンダーテイカーに影響を受けた、怪奇派カウボーイのデスマスクとして来日している。1996年、アンクル・ゼベカイアをマネージャーに、 ジャスティン・ホーク・ブラッド賞の名で WWF に入団。その後、ブラック・ジャック・ランザとブラック・ジャック・マリガンのザ、ブラック・ヤックスにあやかり、マリガンの息子バリー・ウィンガムとニュー・ブラック・ジャックスを結成して、ブラック・ジャック・ブラッド賞に改名。1997年には全日本プロレスの世界最強タック決定リーグ戦に参戦するも、1998年にタックを解散。 シングルプレイヤーに戻って、ベーダーらと構想した。同年秋からブラッドショーとしてファルークとアコライツを結成し、1999年には、WWF 世界タッグ王座を2度獲得。2000年には、新ギミックとして、酒とポーカーを好み、金かビールをもらえばどんな相手でも、用人棒を引き受ける、APA、アクレイツプロテクションエージェンシー。 サコライツキエビ保証をファルークと共に開業。2001年にタッグ王座を取得している。2002年の2リーグ制発足によって RAW 所属となり、ファルークとのコンビを一旦解散。当初はプッシュを受けていたが、その後暴力事件を起こし、ハードコア要員に格下げされてしまう。腕を負傷し欠場した後はスマックダウンで復帰し、 ファルークと APA を再結成。トレードマークの長髪を切り、髪も黒から、本来の金髪に戻す。2004年にファルークと別れ、株で成功した闇の証券アナリストにギミックを変更して、シングルプレイヤーに転向し、ヒールにもなり、ジョン・ブラッド賞霊フィールドに改名。同年、エディとドラマを繰り広げ、ザ・グレート・アメリカン・バッシュ2004で、エディ・ゲレロと、 ブルロープマッチで対決。エティの勝利と思われたが、当時 GM だったカートアングルがブラッド用が先に4コーナーにタッチしていたとの証言で裁定が覆り、WWE 王者となる。グレートアメリカンバッシュ明けのスマックダウンで、エディを除いた PPV 出場者のうちの一人を最初の防衛手に指名すると宣言。スパイクダットリーを指名した。 スパイクにクローズラインフロムヘルを2発決めての大撃戦の末に防衛を果たすも、その直後エディに襲撃され、2週間後カナアミ戦でリベンジマッチを行うことになる。カナアミ戦では4メートルの高さからフロックスプラッシュを決められるモルチャドールのマスクマンに噴したカートがエディの邪魔をしたため、王座を防衛した試合後にマスクが取れたことでカートの正体がバレる。 その後スマックダウンに自分にかなう者はいないから、サマースラムでは休暇を取ろうと宣言するが、ジ・アンダーテイカーが挑戦を証明。以降サマースラムまで、お互い意見を深めることになる。その間に、オーランド・ジョーダンが、彼の補佐官として加わる。サマースラム2004では、テイカー相手に苦戦するも、オーランドの介入やレフェリーの目を盗んでの反則で、渡り合っていく。 結果テイカーの怒りを買い、テイカーがベルトで JBL を攻撃。反則勝ちとなり、ベルトをュもリムジンの上からチョークスラムを喰らう大きな代償を払った。その後の SD でオーランドを代理にテイカーと防衛戦を行うが、自身の反則負けで王座防衛。当時 GM であったセオドアロングがカウントアウトも反則判定もないラストライドマッチを 次の防戦にする。ノーマーシーではテイカーに苦戦を強いられ、特番前の SD にてオーランドを再起不能にしたため、介入できずアワイアというところで、ハイデンライクが乱入。王座を防衛した。マンチェスター大会にて、イコンのできた、ハードコアホーリーとハードコアマッチにて、王座戦を行うも勝利。その後の SD にて、ブッカー T&RVD&、 で、ミステリオとの6人タグ戦で、JBL のパートナーは当時タック王者だった、レネデュプリーケンゾウ・スズキ・ブッカーがヒールだったため、試合に参加せずほとんどハンディキャップマッチだったものの、終盤にて、急遽ブッカーが大暴れし、JBL のチームが逆転負け、次の挑戦者として名乗りを上げた。サバイバーシリーズでは、女子マシューズも巻き込み大混戦となるが、 レフェリーの目を唐だベルト攻撃でことなきを得た。12月の特番アルマゲドンに向けて、全王者エリ、リマッチの権利があるブッカーとテイカーを交えフェイタル4、ウェイマッチ形式の WWE 王座戦を行う、ことをセドア・ロングが命じる。この時期バシャム・ブラザーズが、防衛長官として加入。JBL キャビネッツを発足する。特番では3対1の形となり、 苦戦を強いられるも、終盤またしても、ハイデンライクの乱入により、王座を守った。アルマゲドン明けの SD にて、カーとアングルが、君相手なら汗をかくことなく倒すことができると、挑戦を証明。その日のメイン戦で、タイトルマッチを行うも、ビッグショーが乱入。JBL に対し、ベルトをもらうと宣言した。翌週の SD は、チャンピオンズナイト、チャンピオンが、 挑戦者を指名し、防衛戦を行うにて、シャノン・ムーアを指名。あっさり勝利した。ロイヤル・ランブルでは、カート、ビッグ・ショーを相手にトリプルスレッドで対戦もバシャムズの乱入で勝利した。その日ランブル戦に優勝したバティスタを挑発した。ノーウェイ・アウト2005にて、有志鉄線付きの金網戦にて、ビッグ・ショーと対戦。ビッグ・ショーのパワーと金網の有志鉄線に苦しめられ、最後は、 特大チョークスラムを決められ、リングが貫通するほどの激戦となる。ビッグショーが先に金網から脱出し、新王者誕生と思われたが、JBL が先に脱出していたため王座防衛。怒りクルー、ビッグショーだったが、キャビネットの面々ンンが、ビッグショーをリンチするが、バティスタが登場しキャビネットのメンバーを、スパインバスターやパワーボムで蹴散らす。逃げる JBL だがその日、 ナンバー1コンテンダートーナメントで優勝した、ジョンシナに FU を決められ、勝者と思えない集大をさらした。その後レッスルマニア21に向けて、ジョンシナとイコンを深める、バティスタは結局 RAW に残留する。ジョンシナ相手に始終余裕の JBL だったが、シナのおちょくりに対し怒りを隠さなかった。レッスルマニア21にて、 クローズラインフロムヘルを決めるもそれを耐え抜いた品が FU を決め、ついに王座を失う。王座保持期間は280日。過去10年の保持記録を築いたディーゼル以来。その後もレスリングゴッドと自称し、スマックダウンのトップヒールとして活躍。RAW からスマックダウンに移籍してきたバティスタと、 世界ヘビー級王座をめぐって、構想を繰り広げた。結局、王座獲得ならずその上、レイ・ミステリオとのシングルマッチで負けてしまい、MNM のフィクサー、ジリアンを雇う。RAW とスマックダウンが構想した際はスマックダウン側の主要レスラーとして活動し、サバイバーシリーズ2 0 0 5でのスマックダウン側の代表レスラーの一人として5対5の生き残り戦に出場した。 2006年に入って、ブギーマンと交争した後、レッスルマニア22で、クリス・ベノワに勝利し、US 王座を獲得した。US 王座獲得後、レッスルマニア22で、世界ヘビー級王座を獲得したミステリオを挑発。ジャッジメントデー2006で、世界ヘビー級王座戦を戦うが敗戦。5月26日に開催された、 スマックダウンでボビーラシュリーに敗れて US 王座を奪われ同日のメイン戦で自身のスマックダウン追放をかけてミステリオと世界ヘビー級王座戦を行うが敗れスマックダウンから追放されたしかし6月11日の ECW ンナイトスタンドに登場してスマックダウン復帰を宣言し ECW に移籍したタズに代わる解説者としてスマックダウンに復帰した 腰の怪我の悪化により、ミステリオとの試合を最後に選手としては一旦引退し、実況席で解説者を務めていたが、元相棒のロン・シモンズ、ファルークが、その後 WWE に復帰したこともあり、ショーン・マイケルズのように現役に復帰することを待ち望む、ファンの声が高まっていた。2007年12月16日のアルマゲドンで、試合中のクリス・ジェリコが、 実況席に勢いよくぶつかってきたのを根に持ち、その試合の最後に乱入して、ジェリコの頭を蹴り飛ばした。そして12月21日放送のスマックダウンで、RAW に移籍し、Y2J を倒すと宣言し、実際に RAW へ移籍して、選手として復帰を果たした。翌週のイラクからの放送で、Y2J にクローズラインを決めた。その後は、 証券アナリストギミックとして一個度が王座戦線に絡み、2008年のアルマゲドンでは大不況で経済的窮地に陥ったショーン・マケルズを従業員に雇うなどのエピソードを経て、2009年3月に CM パンクから i c o 王座を奪取。2009年のレッスルマニアで例ミステリオに史上最短21秒で i c o 王座を奪われ、そのまま逆ギレして、 アイクイッと、やめてやる。と捨てセリフを残し、そのまま引退した。実際の引退の要因は、古傷の悪化及び投資業の多忙化で、レッスルマニア翌日には、自身のブログでファン対する感謝のコメントと、エディ・ゲレロがいない今、例を引退試合の相手に選ぶのは当然だと綴った。また、2008年 w WE w、電動入り式典では、ブリスコ兄弟、 ジャック・ブリスコジェラルド・ブリスコのインダクターを務めた。引退後はビジネスに専念するとされていたが、総合格闘技団体、バイパー・ファイト・リーグを立ち上げた。自らも選手として参戦する模様となっていたが、バイパー・ファイト・リーグは数回のイベントを開催した後、ウェブサイトは閉鎖され、現在は活動していない。2007年11月から自身の名前を冠した。 デイフィールドエネルギーという栄養補給ドリンクを販売シール。WWE から引退後、しばらくメディアなどの表舞台から遠ざかっていたが、2011年3月7日の RAW の放送において、マイケル・コールがリング上にてレッスルマニア27でのメインイベントにおいて、ストレフェリーを務める人物はテキサスの英雄という旨で紹介。会場内では、 以前からレッスルマニア27に登場することが決定されていたストーンコールドスティーブ・オースチンのコールをたが、ここでサプライズ登場を果たした。ネットやメディアには全く JBL の噂が出ていなかっただけに会場内から大歓声で迎えられたが、レフェリーをするための契約書にサインをしようとし、瞬間にオースチンが登場。口論になろうとしたところスタナーを喰らい、合陳した。 当初、WWE のスタッフが JBL とコンタクトを取る際に JBL が WWE に所属していた頃の連絡先を現在変更していくことによりどう探せばいいかわからなかったとトロしている。2012年7月23日放送1000回目の記念 RAW 収録にてロン・シモンズと共に APA として登場しヒース・スレーターにクローズラインフロム・ヘルを見舞った。 8月には WWE とフルタイム契約を結び、9月の PPV であるナイト・オブ・チャンピオンズ2010にて解説として登場した。以降、スマックダウンの担当解説をしている。しばらく TV ショーや PPV での解説を務めていたが、2014年1月26日に行われたロイヤル・ランブルのランブル戦で24番目に登場。 久々のリングとなったが、すぐに、ロマンレインズによって敗退させられてしまった。2014年2月26日に、COO のトリプル h、HH、によって、NXT のゼネラルマネージャーに就任したが、8月27日に、ウィリアム・リーガルが新しい NXT ゼネラルマネージャーとなり、辞任した。2016年、RAW とスマークダウンの再分割が行われたのに伴い、 スマックダウンの解説者に就任した。ギミック上、故郷テキサスを小馬家にしていたが、実際は非常に郷土愛の強い人物である。入場時にはボンネットに牛の角を装着したストレッチドリムジンを使用する。ブラッドショー時代はテキサスで工業を行うたびに同じくテキサス出身のストーンコールドスティーブ・オースチンと共に大暴れしていた。政治的には 共和党支持を公言する保守派である。また米軍への疑問にも積極的で2003年以降 WWE が行っているアフガニスタンイラク中流軍への疑問工業には必ず参加している。日本工業の際にも在日米軍基地への訪問をしている。東京のスタン・ハンセンを尊敬しており、ブラッドショー時代はハンセンのような敵賛スタイルのコスチュームで入場。 ハンセン同様、テキサスロングホーンのパフォーマンス、片手の人差し指と小指を突き立てて、おたけびを上げるを行うこともあった。レスリングのスタイルにも、ハンセンの影響は強く、エルボードロップのフォームや、サッカーボールキック、リング上に座り込んだ相手選手の背中に思い切り、インステップキックを叩き込むの風味は、ハンセンのそれに酷示している。またフィニッシュムーブも、ハンセン同様、 ロープに飛んでからの喉元へのラリアと、ハンセンはロープに飛ばないを用いている。試合やテレビで見せる武骨な一面とは違い、普段は温厚で真面目な性格だが、武闘派としても知られ、バックステージにおいては、問題行動を起こした選手の制裁役を受け持つ、ことでも有名。レッスルマニア23では、バトルオブザビリオネアーズの解説者として登場。 自身の試合が組まれなかった不満から、WWE の会長であるビンスを、実況の JR と一緒になってコケにしまくっていい。WWE、GWF、MCW、オベ。その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。